はい、自由民主党の長谷博史です。今回自由民主党みんなで行こうぜツアーはですね、なんとプロレス会場へ行くことに決定しました。3月21日、午後3時から両国国技館、これは全日本プロレスのツアー最終戦でありまして、特別ゲスト武藤敬司社長もですね参加をします。まあ、3時から4時まで、日本のスポーツ振興についてということをテーマにね、やっぱりスポーツの役割、こういうものを議論をします。で、4時からいよいよ試合が始まってね、やっぱプロレスラーに、その求心力、発信力、こういったことを元気を与えてもらうようなね、そういう素晴らしい興行を見せてもらった上で、希望者は試合終了後に両国国技館の前にありますちゃんこ霧島でね、ちゃんこ食べながら、まあ、反省会とまた自民党に対するご意見もいただきたいな、そういう場を設けたいと思っています。3月21日みんなで行こうぜツアーはプロレス的政治論、日本のスポーツ振興を考える。特別ゲストは武藤敬司、ナビゲーターは長谷博史です。よろしくお願いします。